はいどうも、白コリです。コンコリー。シテズンスリーパー、続きを遊んでいきます。はい、ただいま10サイクル目です。今ですね、前回フェンの頼み事を聞いたんですけど、トラッカーを解除してもらえてません。なんと、解除してもらえてませんが、これ、もうサイクルを終えなきゃいけないんですけど、ダイスがなくなっちゃって。これ、追跡者が来ちゃうんじゃないの？どうなるんだこれ。ペンどこに行っちゃったんだよ。なんでさっさと行っちゃったの、私を置いて。はい、どうなった？あ、なんだ。そこで止まりな、スリーパー。背後から声がする。逃げんじゃねえぞ。E さん、逃げる。じっとしている。じっとしてようか。そうだ、いい子だ。一本の手があなたのコートを下まで叩いていく。ご主人様の声は覚えてたってか。E さんがあなたをくるりと振り向かせる。E さんはにやけ顔を浮かべ、滑らかなジャケットを着ている。危険な男だ。そう直感する。こんな遠くまで逃げてきて、のんびりなさっているとはね。E さんが冷たく高笑いする。スリーパーってのは、どいつもそんなに間が抜けてんのか？俺にはお前さんが初めてなもんでな。 E さんの声はほとんど耳に入らない。あなたは自分の胸に向けられた拳銃から目を離せない。 E さんはあなたを見据えながら、もう片方の手を下に伸ばして、ベルトの穴からある種のリングを取り外す。とはいえ、目に向かったのは褒めてやる。悪くない場所だ。バーもあれば市場もある。人も多い。こちとら普段は小惑星の洞穴やら、一っ子一人いない月やらで働いてるもんでよ。 E さんがリングを二つの完璧な輪に切り離す。宇宙はだだっ広いんでね、文明に遭遇するチャンスは稀なのさ。何者だって企業の人なんでしょうね。嫌味臭い賞金稼ぎなんだ。黙ってる。男が手を伸ばしてリングをあなたの手首にかけようとする。じっとしてな。でも拳銃突きつけられて脅されてるんでしょう。振りほどいてもなんかどうにかできないかなあ。抵抗しない。いい子だ。よくしつけられてるじゃねえか。男がニヤッと笑う。終わりだよ。 E さんがあなたを押して歩かせる。さあ、お船でお家に帰んぞ、と口笛を吹く。バカなことはすんなよ。あなたは両手を後ろに回したまま、廊下をよろぼい歩いていく。思考がぐるぐると巡る。誰に雇われた？まあ、会社でしょうね。話し合いで解決できる。頼む、やめてくれ。いや、話し合いじゃどうにもならないだろうな。金はたっぷりもらってるでしょうしね。もうここは、懇願したところでだよね。待て、話し合いで解決しよう。そうかい。そういうことを言えるご身分とは思えんがな。E さんがあくびをし、またあなたを押して廊下の先へと進ませる。わざわざこんな遠くまで来たのに、今すぐエッセンアープまでトンボ帰りとは残念すぎんぜ。お前さんのトラッカーのハンデがでかすぎるんだよ。もうちょい追いかけっこを楽しめると思ったんだがな。ブライト市場の中を駆け回ったり、ローエンドで籠城したりとかよ。手がかりを聞いて回るのが楽しそうな場所がいくつかあったしな。あなたは無言のまま歩きながら、逃げ道はないか必死に考える。だが、エッセンアープ社のトラッカーがある限り、自分は袋のネズミに思える。そうだ、こうしようぜ。あなたの思考を遮って E さんが言う。せっかくだから船まで戻りがてら、一杯やってこうや。俺がおごるぜ。自分の冗談にゲラゲラ笑う。もっといい考えがある。そうやって思わせぶりのことを言って、俺に飛びかかろうって魂胆か？そういうのにはうんざりだっての。とはいえ、だ。インさんが考え込む。冷静に考えたら、そんなに急ぐこともなくねえか？俺たちが今から出ようとしているのは、代理整形でも一二を争う無法なステーションなんだしよ。インさんが一瞬考え込む中、あなたは黙って歩みを進める。よし、こうしよう。インさんが言う。俺とお前とで、ちょいと取り決めを交わそうや。条件はこうだ。 E さんがあなたを振り向かせる。お前が逃げたり、
目を離れようとしたらお前を撃つ。お前が俺を殺そうとしたらお前を撃つ。ただし、E さんがニヤッと笑う。数サイクルに一度、お前が俺の指定するバーを訪れて、俺のツケを払うってんなら、俺はお前を撃たない。そこで間を置く。だが、お前がツケを払わなきゃ、自分の拳銃を振ってみせる。あとはどうなるか、お察しの通りだ。なるほど。ここにいる間、バーのツケを払えば、見逃してくれるのか。そんなわけねえだろ。ま、軟禁ってとこだ。俺のツケを払ってる限り、お前は目を自由に歩いていい。Eさんが伸びをする。いや、マジでお前を殺そうと思ってたんだぜ。けど、こっちの方が楽しそうだしよ。Eさんがベルトの上から何かをカチッと押すと、あなたの手首からリングが外れる。今から早速、昔馴染みの店へ行ってみるかね。コンプレッサークラブだ。そこで会おうや。Eさんがあなたに拳銃を向け、照準に目をすがめる。念のために言っとくと、お前のその体はバカでかい追跡装置と変わらねえ。目から逃げようなんて思うな。すぐにバレんぞ。Eさんは拳銃をホルスターにしまって、キビスを返し、廊下をズンズン歩いていく。あなたは一瞬胸をなで下ろすが、たちまち恐怖で立ちすくむ。厄介なことになった。まあでもすぐに連れて行かれないだけ。これからトラッカーを外してもらえるかもしれないし、フェンに。新しいドライブだって。Eさんのツケを払え。ツケを肩代わりしてやればEさんを追い払えるかもしれない。望みは薄いがかけてみよう。Eさんのツケがたまるのを待つ。さらに自分の食費だけじゃなくて、お金稼がないとじゃん。これは何なん？これ、サイクルが、マイナスのサイクルが、クロック進んでるけど、これは、いいのか？これ待てば、またフェンが戻ってくるのかな？で、バーだっけ？ここがコンプレッサークラブ、ブライト市場の雑然としたクラブ。Eさんのツケ。Eさんがカウンターでもっと酒をよこせと怒鳴っているのが見える。高い飲み代になりそうだ。これまでにお金を貯めておかないといけない。今はとりあえず、ネオベンド自販機のために、これだよね。ハンターの巣。ハンターの巣から、ロック解除してデータを抽出。OK。ハンターのデータを手に入れました。あと一つ必要なんですね。ダイスがない。該当するダイスがないので、一旦できないね。あとはそうだな。前回知り合った、これだ。破損したカッター船、アンバーグリス号。なんて人だっけ？アンキータさんの相船。これが故障中のを手伝うんだけど、ドローンを修理したんですよね。だから、ドローンが勝手にやってくれるっちゃやってくれる。いや、これは放置でいいか。他に、まあ、金稼ぎか、もしくは、造船所でもなんか作業できますけど、造船工の補佐。あなたにはコネがなくとも技術がある。造船工に腕を認めてもらえたら船に乗り込めるかも。ああ、こういうルートもあるんですね。じゃあ、これをやってみる？これを進めてみるのもいいかも。今他にやることないもんね。じゃあ、造船工の補佐をやってみようか。ナイス。クリアもちょっともらえるね。本当にちょっとだけど。OK。鉄くずアイテムを手に入れたかも。鉄くずアイテムは、売ることができるんですよね。確か、オルト取引所で、ここだ、パーツの売却。多分他に使い道ないよね。12クリオになった。じゃあまあ、寝るか。これが、さすがに、2まで行っちゃいそうになったら、安定剤買うか。そうしないとだよね。お金がいるな。安定剤100クリオするから、
マジで金。今はとりあえずサイクルを終えよう。はい、お腹が空きました。助けてください。まずはご飯を食べよう。エンフィスの屋台でキノコ炒めをいただきましたと。ダイス、ダイスがこれ1か2だね。来ないね、ダイスが。運がない。造船所の作業もしたいんですけど、ちょっとお金が欲しいので、この取引の真似事をして金を稼ぎたいと思います。取引の真似事をしまくる。19クリオ手に入ってる。いいね、全部成功しました。今日は特に物語の進展はなく、このまま寝ちゃいます。サイクルを終える。はい、翌日になりました。またご飯を食べてお腹を満たして、で今日安定剤を摂取しないとダイスが2個になっちゃうので、サビーヌの診療所、ここに行って安定剤を買いましょう。入手。はい、安定剤は、これはどうやって使うんだろう。敏郎がチットを受け取り、薬を1本渡してくれる。サビーヌのことを尋ねても応じない。サビーヌとはあれきり全く話ができてませんね。あれ、敏郎の睨みから逃げようと足早に診療所を後にしたその時、あなたは手の中で強く握っていた安定剤に何かが巻かれていることに気づく。あなたが手を開くと、小瓶に巻かれていた穴と記号が点々と散らばる薄いフィルムがはらりと広がる。その一方の端に持ち手とおぼしき高質な金属の帯がついている。フィルムを調べる。曇ったフィルムを光にかざすと、いくつもの穴が複雑な模様に開けられているのがわかる。そうした中にパスキーという言葉が見て取れる。どこかの鍵だろうか。持ち手を調べる。金属の持ち手はすり減り、へこんでいるが、207F という文字が刻まれているのがわかる。そこへローエンドと、後からおざなりにすり込まれている。あなたは一瞬診療所へ鍵を返しに戻ろうとするが、すぐに思い直す。もしやサビーヌがこれを渡してきたのでは、あるいは敏郎からの伝言か。確かめるにはローエンドを訪れてみるしかない。おお、ローエンドで物語が動き出すかも。で、強化ポイントを手に入れましたね。どうしようかな。まあここはせっかくクラスを選んだので、電脳スキルを伸ばしましょうか。アイスブレーカー1ミの濃度から得られるデータ量が2倍になる。まあ今これアップしてそんなに意味があるかと言われるとあんまりないかもしれないけどとりあえずこれで覚えました。はい、じゃあ、ここですね。ローエンドの集合住宅とユニット 207F。 鍵のかかったアパート。あなたはアパートの入り口を見つける。落書きまみれでパスキーの印が見えない。誰が住んでいるのだろう。はい、ここに鍵を入れる。鍵がカチャリと外れ、金属製のドアが闇に向かって開く。あなたがドアを押し開けると、室内のライトが自動的に点灯する。黄色いプラスチック板と壁に埋め込まれた多目的ユニットの湾曲した形が浮かび上がる。あらゆる面に備えられた繰り返される日常の残骸たちが。中へ足を踏み入れると、背後でドアがカチャリと閉まる。老朽化した備え付け家具の琥珀色のライトがあらゆるものを淡いオレンジ色に染めている。台の上には雑多なものが置かれ、頼りない照明のせいで見分けがつかない。部屋の奥の戸口から淡い青色の光が漏れている。台を調べる。うっすらと積もった埃の拭い跡から、最近になって珍しく慌てて立ち寄ったことがうかがわれる。そうした後は多機能ディスペンサーから
自動洗浄機、そして半開きのキャビネットへと続いている。棚の中には空のピルケースが1個置かれている。戸口へ向かう。あなたは自動洗浄機、多機能ディスペンサー、洗面所などの設備がひしめく多目的部屋を横切って進む。戸口を抜けると端末画面のほのかな光にのみ照らされた薄暗い暖かな部屋に出る。部屋を調べる。壁の中に食い込む寝台にぐちゃぐちゃの毛布が転がっている。壁際のデスクの上で列をなす小瓶や容器がぎらつく。医療用のブリーフケースが開けっぱなしに置かれ、その中は用途のわからない試薬や化合物でいっぱいだ。それと比べてこの部屋そのものは清潔感があり整然としている。端末に近づく。あなたが端末に近づくと暗闇でカチャッという音がする。スリーパー、サビーヌの震える声が室内に響く。我が家へようこそ。留守にしてすまない。実は予定が急に変更になってな。ガチャガチャというノイズが響く。これは録音ってか、サビーヌの部屋だったってこと？なんで？この伝言は録音できたが顔は見せられない。ヤタガンの中で何かが起きている。もう彼らを信用できない。サビーヌの声が遠ざかり周囲の音に飲まれる。お前に頼みがある。私を助け出してほしい。ヤタガンは私をかくまい守ってくれるはずだった。いろんなことがあり私は追い詰められていた。それから心が疲れ、すべてがどうでもよくなった。波音のようなノイズが録音にかぶさる。だが彼らとはもう終わりだ。私は逃げたい。仮など知ったことか。何があったんだろう。だが私には保険が必要だ。彼らの弱みを握りたい。現状では疑わしくとも確証がない。情報が欲しい。そしてもちろんお前には私が必要だ。静寂。闇の中で何かがカチッとなる。これは脅しではない。私の立場を分かってほしい。再び静寂。スリーパーのことは知っている。前にも経験済みだ。私ならお前を助けられるが、ヤタガンに睨まれていては難しい。データを集めろ。情報を集めろ。ヤタガンの弱みを握れ。そうすれば私はここから出られ、お前が必要としているものを渡せる。お願いだ。ノイズの波がサビーヌの声に切り込む。データをこの端末へ届けてくれ。私が檻を見て回収する。あなたは狭苦しい部屋を見渡し、ここで暮らしているサビーヌの姿を想像する。デスクで作業し、寝床で眠っている姿を、闇の中で端末に目を瞬く姿を。録音がぶつりと途切れ、ホワイトノイズが部屋を満たす。それから静寂が落ちる。これはやるっきゃないよね。せっかくいろいろハッキングできるわけだし。端末にアクセスする。あなたはブーンとうなる端末の前に座り、いくつかのキーを押す。アクセス用のポートは開放されているが、それ以外のすべてが暗号化され、パスコードの奥に封じられている。サビーヌは口で言うほどあなたを信用していないのかもしれない。まあでもサビーヌがなんで、いやまあそうか、スリーパーだから自分の助けが必要だろうってことだよね。信用しているわけじゃないんだよね。サビーヌは誰から逃げているのだろう。ヤタガンにどんな負い目があるのだろう。あなたは断片的な情報を組み上げてみるが、今は空白が多すぎる。確かなのは安定剤がなければあなたの体は死ぬということだけ。あなたはデスクの上の医療用ブリーフケースをちらっと見る。闇の中でガラス容器が光る。あなたが振り向いて部屋を出ると背後でドアがガチャリと閉まる。廊下に戻ってすぐ向かいの壁に落書きされた刀剣のシンボルに気づく。ヤタガンだ。ふと自分の理解を超えた何かが引き込まれていくのを感じる。ふむ、新しいドライブを発見しました。サビーヌを救え。サビーヌがヤタガンとの揉め事に巻き込まれた。逃走に手を貸そう。サビーヌのためにヤタガンのデータを抽出する。これね。これはハンターの巣だわ。ヤタガン一味はこれですね。ヤタガン一味。あ、3使える。何人かのエンフォーサーのインプラントから更新シグナルが発せられている。盗み聞きするなら今だ。バイパス、データ抽出。ヤタガンデータ手に入れました。ヤタガンのデータは3つ所有してますね。
これで、ここにアップロードするんだよね。データ、サビーヌの端末が無人のアパート内に鎮座し、次のヤタガンのデータを待っている。ヤタガンのハッキング。ヤタガンの活動データが十分集まれば、サビーヌはそれを交渉材料に使って自由を得られるかもしれない。ちょうど3つ持ってるんで、全部渡しちゃいましょう。ナイス。もう一丁。ナイス。最後の一つ。端末がピッとなり、データがたちまちサビーヌの解読システムに飲み込まれていく。これで OK だね。あなたが端末を見ていない間に、ヤタガンのデータの最後のキャッシュがアップロードされ、ホワイトノイズが空気を震わせる。スリーパーか?サビーヌの声だ。以前より弱々しく、霞の向こうから響く。サビーヌ?安堵のため息が分厚いノイズの奥から漏れる。ステーションのどこかから通話しているようだ。手短に言う。ヤタガンに聞かれているかもしれん。サビーヌの声は小さくて遠く。あなたは必死に耳を澄ませる。お前がヤタガンから集めたデータの中に、私には理解できないものがある。甲高いハウリングが信号を震わせる。このデータはすべて彼らのインプラントから収集されている。その神経統合性や性能分析、故障率、利用データといった記録だ。私も数多くのインプラントを取り付けたが、こうした機能を有効にした覚えはない。サビーヌの声が水泳選手が水中に潜り込むようにノイズの下に沈む。ノイズの波がしばらく響いてからサビーヌが再浮上する。おそらく彼らのウェットウェアのインターフェースに組み込まれていたんだ。他にもある。このデータの変換システムはある種の通信プロトコルと接続されている。送信されているんだ。黙っている。ヤタガンのエンフォーサーたちは皆、闇流通のインプラントを装備している。強化網膜に、アドレナリンブースターに、普通制御システムに、こうしたインプラントがエンフォーサーの肉体や、そのパフォーマンスに関するデータを集めているのだ。だが、こうした歩兵たちが何も知らされていないのは確かだろう。ノイズの調子が細かい地響きのように変化する。こうした事実が彼らの耳に入れば、不信感を抱くに違いない。ヤタガンは内紛に見舞われるだろう。あなたは端末へと身を寄せ、サビーヌの消え入りそうな声に耳を澄ませる。すべての検証には数サイクルかかりそうだが、これこそ私が求めていた情報かもしれん。こいつでヤニックに重圧をかけ、借りを帳消しにさせる。ヤニックは、ヤタガンの上の人なのかな?突然、通話越しにドンドンという音が響く。サビーヌが取り乱し、囁くように言う。行かないとまずい。4サイクル後に戻れ。それから通信がブチッと切れ、静寂がアパート内を乱す。あなたは端末から交代する。仲間をモニタリングして、ヤタガンは何を得ているのだろう。あなたはこのギャングに関する知識をひねり出そうとするが、はかどらない。そこで、サビーヌの門番たる敏郎のことを考える。険しい僧帽の下に埋め込まれた、一組の涙型のインプラントを。ヤタガンはどういうデータを集め、そして何より、どこへ送っているのだろう。あなたは反射的に額をさすり、必死に考える。サビーヌは本当に信じられるのか?そもそもどうやって、ヤタガンのお抱え者になったのだろう。サビーヌの優しさを、気遣いを思い出す。その一方で、最初に会った時に見せた、あのうつろの表情のことも考える。あの表情を脳裏に抱えながら、あなたはアパートの外へ出る。周囲をざっと確かめてドアを閉めると、誰かに見られているような不快感を拭えないまま、ステーションの廊下を進んでいく。大丈夫かな?うまくいくかな?とりあえずここは4サイクル後ね。わかった。それはもう待つしかないね。この造船所船に乗り込めるかもっていうのはさ、やっぱトラッカーを取った後の話ですよね。これ、多分。ってことは、これやってもしょうがないんじゃないかなっていう結論になるよね。ってことは、とりあえずお金がいるので、取引の真似事をして稼ぐしか、これが一番自分ができる簡単な稼ぎ方。はい。これで、これはどうすればいいの?安定剤。安定剤は、安定剤の投与。
安定剤を定期的に投与しないとスリーパーの肉体はどんどん劣化していく。あなたのような逃亡者を防ごうと企業が設けた予防策だ。これさ、ギリギリまで耐えるか、行動の効率を考えて今のうちに飲むか、結構迷いません？高いもんな。いやまあでもさすがにダイス2つは厳しいと思うんで、これで安定剤投与しよう。うむ、体が修復された、サイクルを終えましょう。はい、目覚めました。ダイスがいくつかありますが、ハンターの巣1か2なんだよな。来ないな、なかなか。ハンターの巣あと1つだと思うんですけど、1と2のダイスが来ない。なんてことだよこれ、ひどくない？あ、これハーディン、ヘブネッチの指導者だって。え、ペンのベイ。ペンとハーディンの退治から数サイクルが過ぎ、静寂がやたらと際立つ。あなたもフェンを信じきってはいなかったが、その計画が貫通される瞬間を待ち望んでいたのは確かだ。だが、と、あなたはヘブネッチの建物に近づきながら考える。フェンから落とせたがない以上、自分から出向いていくしかない。結局のところ、フェンはトラッカーに対処すると約束した。そして、あなたの不安は募る一方なのだ。あなたがベイのドアに近づくと、大きく開け放たれているのが見える。以前は暗かった室内から明かりがこぼれている。積み上げられたサーバーや端末が、唐突な投光器の光によって、その神秘性を奪われたかのように、ベイの外に並んでいる。あなたがさらに近づくと、ヘブネッチの警備員姿の男が一人、山のような機材を抱えてベイから出てくる。近づこうか。あなたが近づくと、警備員がフェンのベイから運ばれてきた機器を、危険物注意のテープらしきもので、ぐるぐる巻きにしているのが見える。フェンのところにガサ入れみたいな。またお前か。ハーディンがベイの入り口脇に静かにもたれ、あなたも危うく見落としかける。手にしたタブレットに押収品の数々を書き込んでいる。やはり現れたか。フェンとの共謀が裏付けられたな。あなたが見やると、ベイから出てきた別の警備員がこっちに気づく。逃げる。ハーディン、フェンはどこだ？フェンはもう捕まっちゃった？いやーでもあんなに自信満々だったのに捕まるかな。でもあの時はねえ、逃がしてくれたのになんでこんなことになってるんだろう。ペンはどこだ？無知なふりをしているのか、あるいは見捨てられただけか。ハーディンが首を振る。共犯者はもっと賢く選んだ方がいい。お前に同情しそうだよ。ハーディンが壁から離れて歩み寄る。心配しなくていいスリーパー、必要な証拠は全て手にした。自白の必要なさそうだ。ハーディンが危機の山をぐるっと手振りで示す。ヘブネッチの同胞たちを偵察し、ソルハイムの備品を隠し持ち、企業のデータに執着していた。おのずと答えは見えてこよう。それがフェンの仕事だった。何の証拠にもならない。黙っている。グーの根も出んか。ハーディンがガラスの天井を見上げ、その向こうの星々を見やる。君が吸っている空気や目にする明かりを提供しているのは我々だ。君がサイクルを生きるために必要なものを我々が日々授けているんだ。この場所は苦労して手に入れたものだ、スリーパー。ソルハイムの崩壊後、混乱する目を救うには努力と政治と権力が求められた。盲目的な信念でも私欲でもなくな。ペンは私欲とは無縁だった。我らが共通の友人の経歴なら私もよくわかっているよ、スリーパー。そこは心配しなくていい。自分たちが築き上げた組織を息子が壊そうとしていると知ったら、彼の両親は深く悲しむだろうな。自分たちが築き上げた組織。いいかね、スリーパー。我々は自らの歴史に誇りを持っている。アンドレイ・アーリンと最初の組合がこの場所を築き上げ、ヘブネッチがアーリンの価値観をこのステーションの壁の中に埋め込んだ。我々はこの目の勤勉で公正な真の市民たちには決して背を背けない。ヘブネッチはヤタガンのようなギャングでもなければ、ハブで見かけるスペーサーのような海賊でも、欲動に座る急進的なハイファの神秘主義者でもない。我々はこの場所の背骨であり、
それこそが誇るべき唯一の事実だ。我々がここをアーリンの目と名付けたのだ、スリーパー。ここは我々のステーションだ。ハーディンがあなたの目を見据えて言う。だから、そうした根も葉もない告発はよそでしてくれ。さもないと、結局は自白を求められるかもしれないぞ。汚い奴、いずれは歴史の報いを受ける。ここら辺の事情はね、なんかそんなに分かってないから、そんなに汚い奴とも、そこまで感情輸入できるわけでもないからね。ちょっと何とも言えないんだけど。黙ってよか。君に少しでも誇りがあるなら、ペンが接触してきた瞬間に奴を差し出すはず。私の居場所は知っていよう。ハーディンはくるりと背を向け、作業を続けるよう指示を出しながら警備員たちの方へ戻っていく。その時、サーバーの山の中で何かがあなたの目を捉える。手書きのイラストが印刷されたくしゃくしゃになった合成風船ガムの箱だ。色鮮やかなカードの上でペンギンがにっこり笑っている。そこに描かれた吹き出しに、タンブールへ連れてってと記されている。タンブール？持っていく？あなたは誰も見ていないことを確かめつつ、その箱を慎重にポケットにしまう。振り向くと、ちょうど別のサーバーの山がベイから台車で運び出されていく。一体何をしたんだ、フェン。それに、タンブールはどこにある？タンブール謎すぎるよ。フェン。トラッカー。頼むよ、トラッカー。頼むよ、フェンさんよ。まあ、どっかに隠れてるんでしょうね。そう信じているけどさ。何しようかな。ローエンド。ローエンドも探索とかしてないんですよね。ローエンダーたちと仲良くなってないのか。ここで、仲良くなった方がいいかな。今はとりあえず金を稼いだ方がいいかな。迷うな。タブラで遊ぶの方だったら、住人たちが金をかけてタブラで遊んでいるんだから、勝てば金手に入るかな？タブラで遊ぶ。ちょっとやってみる？お金手に入る？お！クリオマイナスになったわ。お金はマイナスになりました。なんということだ。まあ、区画の免停するか。住人たちが管理する区画はどこも崩れかけ、常に修理が欠かせない。手を貸しながら信仰を深めよう。信仰を深めてくださいよ。悪い結果。そんな、やめてよ。25% だよ、悪い結果は。お、活力プラスになった。助かる。これちょっとは仲良くなったけど。あとはもうお金稼ごうかな。オルト取引所で。稼がせておくれよ。12クリオ。いい結果出てくれ。19クリオナイス。オッケー。まあ、こんなとこだよね。ペンの箱入りガム。タンブールへ連れてって。笑顔のペンギン。これをどこかで使えるってこと？誰かにタンブールってどこみたいに聞けるのかな？エンフィスとかに聞けないか。まあ、今回はとりあえずやることがなくなったので、ここで終了したいと思います。今回はお医者さんのサビーヌのクエストが進んで、ヤタガンとの揉め事をどうにかしようって感じですよね。2サイクル、あと3サイクル後進みます。で、フェンのことはこのタンブールっていうのがキーワードですけど、どうすればいいのかわかんなくて、あとはあと1サイクルで賞金稼ぎのEさんのツケを払う。ツケを払い続けていれば、その間は、まあ、ここの敷地内ならいてもいいよってなってる。その間にどうにかトラッカーを解除して逃げ出したいっていうところですよね。そんな感じで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画やライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。